はい、皆様どうもこんにちは。改めまして、実況パワフルプロ野球2024栄冠9真の第1回やっていきましょう。はい、ということで、ちょっとね、前回までのパート10個分ぐらいのパワプロの動画、皆さん記憶から消してください。はい、黒歴史です、僕の。てかもう消します、恥ずかしいんで。俺も本当はあんなの動画投稿したくなかった。たまたま裏でパワプロのなんか練習してる動画が流出しちゃったみたいな、そういう感じなんで、ちょっとこっからが真の MKR の戦いの第一章として見てほしいんですが、まあね、もう覚えたわ、完全に。ちゃんと今日からはコメント反映できます。今日からかっこ、まあ、こっからまた連続で撮るからあれなんですけど、今までの皆さんのコメントとかは誠心誠意受け止めてやっていくつもりなので、なんとね、守備位置くちゃくちゃ縛りとか、緑マス避けるとか、もう変な敵のとこばっか投げるとかやりません。あんなバカすから20点近く入れられない、これからは。まあでもなんかそれを置いといても、今回の栄冠ナインは狂ってるらしい。やっぱり俺がどんだけ有能な監督になったところで、それでようやく運ゲーに持ち込めるぐらいのナインらしいんで、とりあえず甲子園目指してやっていこうかなと思うんですけど、なんとですね、タイムリミットがあるんですよ今作。あの栄冠ナインとか置いといて、パワフルプロ野球2024っていうゲームがあまりにもクソゲーらしくて、まあ、前作の2022が星 4.8 ぐらい、星5のうちので、今作 1.6 とかそれぐらいのあまりにもね、不評、こんなにパワプロ史上一番のクソゲーみたいな言われ方しているんで、さすがに俺向けのゲームでしょと思って、栄冠ナインクリアまでやりたいなと思っていたんですけど、栄冠ナインの難易度調整やっぱミスってたらしくて、8月中に治るらしいです。これがだから、治る前にクリアしておかないと一生マウント取られ続けるっていう。え、お前あの治る前に甲子園行ってないのとか、あーもう難易度ぬるくなったから誰でもクリアできちゃうよみたいな言われ方しちゃうから、俺はね、何としてでも先にクリアしなきゃいけないんですよ。はい、ということで、まあ、今日からね、あの心機一転新しいチームでやっていきたいと思うんですけど、今回のコンセプトなんですが、メガネです。はい、圧倒的スーパーメガネチーム組んできたんで、もうメガネつけてないやつは野球をやる価値なしといった感じのメンバーになっており、今回のね、キーパーソン、こちらですね、アイゼン宗介。いつから俺がパワフルプロ野球パート1を投稿していたと錯覚していたみたいな、これが真のパート1だから、今までは投稿してない、あれ2022なんで、いう感じで、これ誰を使っているかというと、あ、誰だっけ忘れちゃったえなつみたいな、確かえなつ、読み方えなつで合ってるのか分かんないけど、でもおそらく俺以外の人はみんな知ってるような有名選手です。はい、でこの街道ってスキルがやばいらしくて、やばいらしくてって言ってもさ、でもさ、ちょ、不親切なんだよな、普通にパワフルプロ野球って。これ何にも説明見れないのよ、この書いてあるスキルいっぱいあるけど、何がどういう効果なのかね、どこにも説明がないんですよね。なのでちょっと俺もあんまり理解していないんだけど、ピッチャーとしては最強らしい。もう選手として最強なのは大谷だけど、ピッチャーという点だけで見たらこのアイゼンが一番強いらしいんで、一旦こいつをチョイスするために大阪を選びました。ただ大阪は高校数がめっちゃ多いので、甲子園に行くのがすごい大変らしい。まあなんかパワーカーブっていう、他のやつが持ってないやつ持ってるんで、それを鍛えていけばいいのかな。で他の1年生なんですけど、まあ、キサルーボルサリーノは元からいたやつで、結構1年にしてはいい。え、だから強いなこいつ、コントロールリアル、なんか星100を超えてたら1年にしては相当いいらしくて、キサルので、こいつらは確か打ち気打ち気、ソウスケ打ち気のキザルも打ち気で、他の1年生はこれガーラとかめっちゃ似てるから、子供の時代の髪型だけど大人になった後のメガネつけてるっていうなんか割と適当にメガネつけられてるやつもいるんだけど、あ、であと転生選手で花山がいた、世界の盗塁王、誰だろこれ先輩に転生選手がいるっていう新しいパターン、しかもこれ2年なんでめちゃくちゃ強い。え、しかも打ち気だから、かなり好条件が揃ってるんですよね。で、1年生の他の新メンバーは、ボボ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 、ちょっと待って、ボボボボボボボ、ひどいな。星 38? ミートパワー、走力、肩、守備 G。こんな弱いやついる。で、キャッチャーが、これ、D とかなってるのが、A、いきなりね、A とか B とかあったら最強の、あれになったんですけど、バッテリーになったんですけど、残念ながらそこは D と。まあ、その代わり、他のね、こののびのび太くんとか、結構強いんです、153で。結構強くて、カグラーでおなじみの新八今の銀さんだったけど、カグラちゃんでおなじみの新八、こいつもまあ最低限ミートとね、走力さえあればいいんで、そこのミートを持っているバッティングスキルはあると。はい、でラストが手塚治虫じゃないですよ、手塚ゾーンの方の手塚
まあ、このメンバーでやっていきたいと思うんですけど、先輩たちのステータスとしては内気がね結構いるんですよね。内気が結構いて、これ帯とかね弾道読んで普通に3年生としてもなかなか強い。いやだから俺マジでワンチャンあると思うんだよなこのチーム。ミゲルも弾道読んだし、まあ、あとは全体的にやっぱりねミートと守備力とあと走力、その3つが大事らしいんで、あじゃあ守備力どうだったかな、なんかオート戦闘の時にミートと走力がとにかく大事になるらしいから、やっぱりそこを中心的に上げつつ特化で育てるのはやめます。はい、あとちゃんと守備の適正位置を理解しました。色が緑だったら外野誰でも守れるとか、色が黄色だったら内野どこでも行けるとか、一塁だったら誰でもできるよねとか、そういうノリはやめますそう、あとこいつ清水さんです、配球の。あでこれあれなんですよ、なんと皆さん見てください、赤ペンです。赤ペンが何かというと分かんないです。まあ、けど強いらしい赤ペンは。モブメガネ1監督、ちょっと待って、なんかえ待って、お俺の名前何になってる、えなんかお監督の名前モブメガネ1になってる、あこれあれか、え待って、おわお俺これか俺なんか男のマネージャーいると思ってモブメガネ1とかいう名前にしてたな、これ俺じゃんこれ、あ監督かミスった、やっぱ俺モブメガネ1になった。まあ一旦それはさておいて、まあ、今回はねジャンプ高校ではなくスーパーメガネ高校なんで、うわーこれ黄色マスがどれぐらい大事なのかっていうのはねぶっちゃけそこまで理解してないんですけど、あペッパーで青踏んでで5メンタルトレーニングとかで黄色を踏みに行く立ち回りがいいのかな。ボーボーボー16歳になる、いやちょっとねさすがに今回甲子園は行きたいぞ、なんなら1年目とかで行ける可能性も全然あるんでね、あとはちょっといかに覚醒を引いていくかみたいな、そういう感じでやっていきたいと思います。はい、ではではとりあえず最初の練習指示なんですけど、ピッチャー陣はコントロール中心に上げてもらいつつやっぱり系統作戦をしていかないといけないので、スタミナは最低限でいいでしょうといった感じで、コントロールがまあ C か B ぐらいまでいったあたりで変化球磨いていこうかなと思うんですけど、球速はあんまり大事じゃないのかな。なんか一回ね佐々木朗希使ってみたんですけど158キロとかあっても平気で打たれるんで、とりあえずストライク入れてけみたいなのが弱いらしくて、まあ、それがね球速に関係してくるから、今回はちょっとコントロールと変化球を磨いていきます。でミートをアップさせるのがキャッチャー陣、こいつらはあんま走力とかいらなそうなんで、最悪ミートアップしてガンガン打ってもらっていくスタイルで、まあ、プラス基本的には全員やっぱ攻撃守備両方に役に立つ走力をアップしつつ、二塁間二塁とショートのここのちゃんと守備してほしいところには守備力アップで、あとこいつみたいに補給が G のやつは補給アップっていう感じで進めていきたいと思うんですけど、まあ俺としてはねやっぱ何かに特化させるっていうのが一番ね、その見てる側も面白いと思うんですが、まあ、残念ながらそれではオート戦闘で絶対勝てないので一回ちょっと丸くいってみます。はい、であとこの月曜日に絶対テンションが下がるっていうゴミシステムがあるらしくて、まあ、それのせいでね本当にきつい。うわミートバッティング、これ回復狙いに行っていかに感染枠をうまく使うかみたいな、そういうとこあるらしいんで、まあ、感染後の黄色とか踏めたらめちゃくちゃいいですよね。あオリジナル球種習得ボール、何これ知らないやつ来た。ちょっと待って、モブ1監督やだ、モブメガネモブメガネ監督嫌すぎるんだけど、変えたいこれ。さあなんとかまずはちょっと弱小校から卒業してカードの枚数を増やしたい。最初の練習試合今まで勝ってないからな、そこをなんとか勝ちたい。でミートバッティング、あ待って黄色マス来た、あれをなんとか感染の後に調整できないか、練習効率は。あ待ってミートバッティング動きた、これはじゃあフォームチェックからので、次にあれをやって、みんな体力大丈夫かな。一応ね体力はあれで見れるんですけど、練習の確認とかで結構ちゃんとみんな体力ありますね、そういうのもしっかりと確認していく。で、はい、感染してからのミートバッティング、これ練習効率上がるのがねマジ大事らしいん でグランドレベルとかも上げていかなきゃいけないんですけど、今まで甲子園にそもそも出場したことがないから上がるものも上がらない。はい、来ました、練習効率アップ。いやーでもあれなんだよな、前ズルしてアイドルいる状態で始めてあのボコられようだったから、
そう考えたらやばい。あれ、これなんか成長レポートみたいなの見れるはずなんだけど、出てないということは誰も成長してない。またあれがある。うわー、これはスローイングからのかな。肩っていうステータスが外野とかは必要だと思うけど、まあでもサードも必要か。練習は休ませましょう。信頼度ゲーなんでね、信頼度をとにかくやっていく。で、スタミナは欲しい。ここでちゃんと黄色マスを踏んでいく。で、6月になったら梅雨なんで弾道アップを1のやつに覚えさせていく。そういうのはしっかりしていきましょう。はい、で、体力を確認して、あ、意外とでも体力減らないの。これ緑マス踏んでないのに、あんまり。まあ、こういう時はじゃあ攻めて、あ、いや、普通に緑マスよりもこういう白マスの方が大事みたいな。白マスも意外と大事ですよ、米。正しいのどれか分かんないけど、みんながみんな正しいわけじゃないからな。コメントしてる中でちゃんと甲子園優勝してるやつなんて本当に一人二人ぐらいだろうから、まあ俺こそが真のあれとなるべく。ここはちょっと弾道アップ、弾道で、弾道は上げればいいというものではないらしくて、まあ必ずしも弾道4が弾道3とか2より強いっていう、そういうわけではないらしいから、本当にパワーヒッターとかに覚えさせるのはいいけど、全員に覚えさせる必要ないですね。肩マッサージ来た。急速経験じゃなかった。あ、まあこういうのがノーマルマスのいいところと。青マスか、どうしようこれ。まあちょっと5の黄色中心でやってみようかな。遠投、まあ、こんな感じでちょっととりあえず練習試合最初のとこまでやってみます。あ、来た。噂をすれば来た。ちょっと弱いところと当たってくれ、頼むぞ。最初何回勝てばいいんだろう。 1,2 回勝たないと弱小校から卒業できないと思うので、ここは何が何でも勝ちたいところで、回復してから行きましょうか。じゃあ、はい、では練習効率がアップしてる中でミートバッティング4を踏んでいき、ここで練習試合に勝ったら上があれあるんで、金徳あるんで、何としてでも踏みたい。注目選手、トリプルメガネ、コースティック。こいつは内気だったらさすがに選ばざれないな。これ2年にも3年にもね、内気2人ぐらいいるんで、そこがでかい。さあ、先発メンバーはまあこれでいいかな。もうね、最初は1年に経験積ましたいけど、2年3年中心にとにかくステータスが高いやつを味方にしていく。はい、で、そう、あれなんで、まだ設定してないんで、安定のパワフル高校になっているが、どんぐらいだ相手。 E ランク、 E ランク。あ、待って、ここさ、俺さっき偵察で見たところか。いい、いい、いや、ワンチャンあるな、これだったらワンチャンある。で、先発をアイゼンに任しているので、なんとか。あ、ラッキーボーイかよ。で、お任せにすればするほどあれが上がっていくので、あの、信頼度が上がっていくので、基本的にはお任せ中心でいいかなと思うんですけど、最初の方はね、まあ、転がせでミートを上げるのもあると思うけど、いい勝負をしている。センター返し、え、どうなんだろう、こういう時。ミート対応の積極打法にしておくと、どんどんミートのステータスが上がっていくから悪くはないらしいけど、かといって全員が全員それでいいっていうわけじゃない。その4番バッターとかパワーヒッターとかは強振とかを使っていくのも悪くないし。で、フォレットスは微妙だな。ちょっとファイトで調子を上げていって、伝令を使うかどうか。で、まあ、前回全員打ち気にした結果この伝令が腐ったんで、そこをね、うまいこと今回はお祭り男と打ち気を両方入れていきたい。いや、てか待って、打ち気多いな。え、調子アップばっかりなんだけど。パワーアップ、打撃力、打撃力がやっぱ一番いいからな。2年だけど、まあここで使っておきますか。さあ、打ってもらうよ、フォレちゃん。まあ、フォレとそのこれメガネ飛び、あー、ナイスナイスナイス。さあ、満塁、記念すべき初得点を取るのは誰かな。伸びた、伸びいけるか。あまりにも信頼ないんだけど。え、パワーものすごく上げるぐらいしかないか、これ。もうパワーものすごく上げるしかない。
で、これで引っ張りがいけるようになる。あ、でも意外と悪くないな、お前。弾道1。頼むぜ。これ伸びたなんていらねえよ、あーくそ、これ落とせ。あー、まぶりじゃ。変にパワー上げたせいか、今の。さあ、アイゼンは抑えてくれているが、硬直してますね。今回はね、だいぶ守備寄りのメンバーにしようかなと思っていて、まあ、いや、今までが守備寄りもクソも守備位置くちゃくちゃだったから、いかにそれで点数が抑えれるようになるかっていう。ミゲルホームラン打った、ナイス。次パワーボール、さすがにアイゼン疲れてきたか。これアイゼンさん、スタミナは1回上げておきますか。もうちょっと投げてもらいたいぞ。え、ノーアウト一塁、怖っ。これさ、守備も上げたいんだけどさ、味方の気合い入れるがいねえ。スタミナ上げるしかいねえ。いやー、これはちょっと悩むけど、内角中心に攻めていくか。ナイス、クルギ玉。ダメだ、おっせ。絶対ゲッツーコースだったのに今の。え、なんとしてでもこの1点を大事にしたいところ。ストライク取れ、弱いって聞いたけどな。でも相手ピッチャーだし、さすがにこの、あ、弾道4。なんだこいつ、気持ち悪いな。どういう捨て出せんの。え、なんかしかもアイゼン投げ方おかしくね。なんかナメプみたいな投げ方してない。で、ここで1球外していく。2ストライクから1球外す。初手1球外せば3塁とかに相手がいるときに有効らしくて、まあ、全てが全てやるというわけではない。外角中心に攻めていく。待って、これファーボールストだからストライク取らせる。打たれたーけどー、いや待って、走ってる。クー、間に合わないか。そうだよ、1点で抑えよう、1点でとりあえず。打たれるが大丈夫。いやー、これマジ勝ちてー。このゲーム大体さ、どっちが10点取るかみたいな、そういうゲームだったのに、ちゃんと硬直したいい試合になってるよ。さあ、2ストライク取って、まあ、2ストライク取るまでのストライク取れば強いんじゃない。結構ここで低め中心ですよ。嘘、あ、いや、取れる取れる取れる。手塚は舐めてる。え、舐めてた今。お前メガネ割るぞ今の。え、手塚ゾーン、手塚ゾーンの使いどころだろ今。逆手塚ファントムしてたぞ今。そこ1球外す。あ、でも2ストライクだから、2アウトだからスクイズとかないし意味ないのか。頼む。いや、さすがに取れる、さすがに取れる。よし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 、危ねえ。さあ、これで1対1同点の場面で、あまりにもヒットが出ない。これ相手のピッチャーが強いの、どういうこと。なんでこんな点取れん。こっち打撃力かなりあるんだけど。さあ、まあここはまだセンター返し、伝令は使わなくていいでしょう。おお、うまい。ここでもう1点取りたいですね。で、次の回でアイゼンが多分変えないといけないから。俺、あ、グラウンドのまま抜きゃ。フォレトスとクヌギダはセットのナッツ。お前魔物持ちかよ。ナイス。おい、危ねえ、早くゲッツーだぞ。くせ者。ミゲルでもホームラン打ってるからね、さっき。いや、ここは転がせでいいでしょう。ナイス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 。ちょ、これまず死ぬ気で1点取ろう。実はヒットエンドランとかのがいい説ある、これ。いや、でもヒットエンドラン1だしな。うわ、なんか転がせ3になった。調子アップ。これちょっとパワー上げて転がせにしようかな。とりあえず突破してほしい。ナイス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 、ナイス。そう、今のとかもさ、パワーなかったらさ、ピッチャーに取られちゃう可能性あるんで。さあ、1点返して、1点、もう1点欲しいね。ああ、ちゃんと野球してる感じあるわ。あ、花山は強いぞ。お、魔物持ってるけど、え、これって温存するべきなのか。1イニング温存というか、重複すんの。重複するか知らないんだけど、グランド魔物。でもこいつもう二度とバン回ってこない。いや、ワンチャン回ってくんのかな。ワンチャン回ってくる読み打つ。
もしかしたらね、何が起こるか分かんないから、ナイス、速い、あいつ足は、足速すぎて終わるか、引っ張り 7? これは信用してんじゃない、落とせー、落とせー、落とせー。さあ9回表抑えれば勝ちですよ。え、ここで守備に気合い入れるが欲しい。今え、スタミナエスだもんね。まあ、これ守備に気合い入れるを2人使っていいんじゃね。これを2回発動することによってこのイニングを抑えれば勝ちなんで、だいぶメンバーのあれは高いはずで、投手に関してはどうしよう。ほら、これ守備力みんな A とか S になってるんで、マルコに変えるかどうかだな。1回打たれたらマルコにするか。ちょっととりあえずアイゼンに任せよう。まだ強化水月効いてる。うわー、取れないか。がっつり打たれていって、これマルコに変えるか。いって遅いのか。待って、ラッキーボーイ対ピンチ、対ピンチ丸になったけど、これ投げてー、投げてー、いや、信じてみるか信じてみよう。ちゃんと継投しなきゃいけないっていう。ここでマルコが三振取ったら本物よ。取れる、ナイス、いいよ。まずはワンアウト。待って、お前何ができん、守備力 B。 あ、これちゃんと交代した選手にもあれ乗ってんの、伝令って乗ってるんだ、強いじゃん。ねえ、すげえ打たれてるバカクソ打たれてるけど大丈夫これ。全然アイゼンのままの方が良かったとかそういうオチ、逆転されるってやばいって。マルコ1点まではまだ、いや、許せないな、全然全然許せない。とりあえずストライク取って、ストライク取って、あのさあ、何にも変わってねえじゃねえかよ俺の知識。ほんとこれ系統が正解なのかよ。おい、アイゼンのままだったらみたいな感じじゃないのねえああ危ない危ない危ない、もはや誰に切れてるのかもう、ちから視聴者に切れてないけど自分に切れてるだけだから勘違いしないでよ。自分に切れてんだよ俺は今。だってこんなさ、数字さ、このストライク取るだけ5だで、他こんなゴミみたいな数字あったらストライク取るしか投げたくないやん。ナイス、抑えて、はい、オッケー。さてと逆転するか、オレトスから。え、待って、あいつまで回る、花山まで回る、これ打ち木ガチャ、打ち木、打ち木一人いる。もう打ち木ガチャはさすがにしたいな。ガーラだけか、2年だからな、発動しないだろうな。まあ、フォレトスは一旦打とうか、君は、うん、君は打とうか。ステータス高い3年には打ってもらいたい。あー、けど取られる、いや、やばすぎるこれ。ノビー、ノビーいくらなんでもきつい。まあ、まずはガチャ、ラッキーボーイかー。チャンス丸はゴミ、誰が打てるんだこれ。ゲンスルーの方が打てるか、普通ってファイトだよな。したたかって何、これどうせ回さないといけないんで。一回確認、くせ者、粘り打ち、プレッシャーラン、バント職人、内野安打、いぶし銀、意外性、なんか信じられないぐらいですよ。いけるんじゃないもん。はい、ゴミ。さあ、追い詰められていくが、ここでバッターがなんと、手塚。無理だろ、普通に。普通にどう考えても無理でワロトなんだけど。いや、これちょっと系統作戦が、いや、分からん、もう何も分かんない結局のところ、結局分からん。でもね、これラストバッターになる可能性あるから、もうちょっとあれするわ、ガチャするわ、ガチャ。一応みんなを試合に出さないといけないっていうその縛りのもとやるわ。できることは全部やろう、できることは。シンパチー強心臓、
これスキル使った方がいいのかな。五条なんかの間違いで魔物出せお前。出ないってなったらもう最後マッシュちゃんに頑張ってもらうしかないよ。マッシュを切り得ないと強心臓。うわしかもなんかこいつステータスの割に信頼度低い。はい、ご視聴ありがとうございました。さあ夏の不大会の組み合わせ来ました。何チームぐらいあるんだ。果たして大阪がどれぐらい最初突破するのがきついか。 EEED まあ8に当たらなければいけるでしょう。でも A とかいそうだよな、こっちのブロック6。うわーでも6かー。いや待って S いるんだけど、え無理ゲーじゃない。ちょっと待って、大阪無理ゲーかもしんない。何 S って、え甲子園優勝校とかそれぐらいのレベルじゃない S って。絶対無理や。うーわちょっと、まあでも行くしかないか。あれはメンツそのままでいいかな。さあ7月になったということは一応弾道が上がったと思うので、おのおののここが上がっているから、お前ちょっと最低限のパワーだけ、ピンチヒッターぐらいしかボーボーボー役に立つことないと思うんで、パワー上げてもらいつつ、コースティックも一塁だったらパワーでいいかな。で総力総力お任せのび太は、お任せのび太、お任せのび太、パワーかな。いやでもミートか、いやパワーだ、最低いいよ欲しい。でクヌーギー、クヌーギー、クヌーギー守備上げてほしい。お前ショートならしっかりディフェンスアップしてもろいつつ、肩ちょっと外野で肩 G はやばいの、いくらなんでも肩 G はやばいか。まあ、外野陣一番大事なのは総力なんで、一旦総力を上げてもらうけど、いや待って、肩、いやでも G も M は変わんねえ、変わんねえ。よし行くぞー、まず一戦勝とうぜ、みんな思い出作ろうぜじゃなくて一戦勝とうぜ。でもこれ勝ったところで次 B だもん、何かの間違いで勝てないか。あ内木田牧田、魔物が出て、いや待って、ドロドロすぎるんだけど、チームメンバーやる気出せよ。何これ溶けてんの全員、なんじゃこれ、控えのやつらめっちゃやる気に満ち溢れてんのに。花山いけるか、あいつ転生選手だから頑張ってもらわないと困るんだけど、期待の。さあこれから球児たちの夢、待って俺天王寺って聞いたことあるぞ。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。天王寺動物園、天王寺相手はでも E ランクでしたよね確か。一球一瞬にかかる、頼むぞー、どんぐらいだステータス。え、でも待って、弱そうだったぞステータスガチで。マウンド上は小川、あ、魔物だ魔物だ。そう、クヌギ玉だって3年生は今更信頼度上げられないと思うんで、もうお任せじゃなくて転がせ方面で。ナイスセーフ、足速っ、ヒット、あーだけどいけないか。いや、ステータスは圧倒的にこっちは勝ってる。どっちがやれた、え取られた、うわ取られてる、ゴミが何取られてんだよーと。いやいやファールとかないだろ野球に。抜けた、ファール3回したらレッドカードなんですか。じゃあノーアウト1塁よ、え待って、ノーアウト1塁からのエラーで花山来た、ドロドロの、ちょっと待って、これドロドロの花山信じられないぐらい調子上げたい、ものすごくアップしかないな、ものすごくやっぱ星がいたんだけど、あれは花山か、まあ、ここで使っていって輝きまくってる。これラッキーボーイ使うか、広角打法、広角打法どっちだっけな、なんか流せか転がせかどっちかがあれなんだけど、転がしてもらうか、ゲッツー怖いけど、いけるいける、ナイス満塁で。でもなんかこいつの後もドロドロに溶けてる気がするんだよな。オビトさん、オビトさんもここ調子アップしてもらうか、使いどころでしょこれ確実に。で熱血、引っ張り、これパワー B までなってて弾道4だから引っ張りでいい気がする。全然ダメ、もしかして、いやーナイス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 、ゲッツーにならない時引っ張りフライになりやすいから犠牲フライでいいやと思ったけど、もう一点入れていこうか。スクイズ4だと、お前足そんな速いの、いやいやこいつのスクイズ信用ならん
ポーレトススクイズさすがに信用ならん。まあ、あなぁ下手くそで笑ったガチ下手くそ。その距離でそんな投げ方するやついる。セカンドのエラーが記録されます。エラーというかもうやめろよ野球。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。のび太くん初めての本番での打線、これは無理か。さすがに進めない。ああいう時にスクイズ押していいのか。スクイズ1とかで成功するのか。チャンスで上がる。まあ1年はちょっと信頼度低いからお任せにしとくか。一旦信頼度上げにいくか。あーくそ下手くそだったね。さっきまでこちら。とりあえず1点リード。しかもまだ魔物を温存しているという。さすがに1回戦目は勝てそうだな。センターよし。くぬぎ玉が頼りになる。おいおだてたらダメになるタイプかお前。やばくない。ノーアウト1、2塁来た。ノーアウト1、2塁はさすがにやばいな。さあラッキーボーイの本領を発揮するか。これは取れる。前進センターフライ。オッケーオッケー。取りました。三塁打。なんかクソ肩強いけど、肩強いってかな。投げるまでが早かったぞ。さあ相手が呼吸。ああ、まあこれ雑魚だ。こういう雑魚っちょは攻めてっていい。打たれて2ストライクまでは攻めていい。さあここで1球外してみて。これ1球外せば相手が打つことってあんのかな。変化球中心の。うわストライク取れしかねー。取れナイス。おいくぬぎ玉一塁セーフ。打順はトップに帰って。え、俺これ攻めていいか。今日はファーストゴロとキャッチャーゴロ。うわ俺これ攻めるわ。相手1番バッターでしょ。リベンジ EF。 ゲッツーシフト変化球で内角か。いやまずストライク取れていいの。初球から打ってった。破った。オビーこいつ。山田一気にホームへ。センターバックホーム。パワフル逆転されました。振動タイムリーパワフル。なおワンアウトランナー一塁三塁となりまして、ショートの左ゲッツーコースだ。あーっと送球それ。何やっとんの本当に。1点追加。振動その間に三塁へ。パワフルなおもピンチが続きます。ガチで何やってんのこれ。待って、5回裏でアイゼン下げるのさすがにきついって。おい完全ぬるゲーだと思ったら。さすがに取れる、さすがに取れる。伸びていった。入った入った。ギリギリいきました。スリーランホームラン。ライトスタンドへ吸い込まれた。7対2天王寺リードを5点に。全部暴投しますみたいな。来たけどフォレストの番。無理だよ。こんな取らんの無理だよ。ああ走って。拾い直した。まあまあまあ。アウト。パワフル。まあ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 。そうだよね。伸びた無理だろ。三塁行けるやついないのか。三塁行けるやつ。本来の三塁誰だよこのチーム。いいね。ボーボももういけるって言ってたけど、あまりにも弱い。うわこれ三塁ぐらい誰でもいけるだろ理論でいっちゃダメなのこれ。代打出してー。ここ代打出してーよ。無理だよ伸びたじゃん。このチャンス伸びたじゃ無理だろ。
でももう守備くちゃくちゃにすんなって。でも守備くちゃくちゃにしてないのにあんな入れられてんだから、もう守備くちゃくちゃでも関係なくね、普通に考えて。これ思ったんだが、これ代打出していいだろ、変わんねえもん、守備ちゃんとしてもくちゃくちゃと何が違うんだっていう。キャッチャーが三塁やればいいだろ、これ。これで点数入れれたらチャンスとかって。これで2アウト。ランナー右バッターボックスは8番手塚。今日はショートゴロとファーストライナー。しっぽち。逆にね。ライダーは志村。強心臓の新八でしょ。一枚の強心臓が力を発揮するのか。引っ張った。取りました。これで3アウト。相手が。相手は強いよ。あーこれ待って、三塁いない。ガーラ誰か三塁もできますみたいな、いないじゃん。ボーボボにやらせんで、どん、いやいけるだろ三塁ぐらい別に。ほら、え、これさ、ちょっと待って、ラッキーボーイしかいねえよ。やべえ、無理、マジ無理、やむ、普通にこのゲーム。マジ守備強くね？もうやだ、マジでやだ。え、これ魔物さ、来たけどさ、回れこいつまで、また。いや、もう使うか。使うしかねえから使うけど、回ってくんの？ねえ、魔物ねえ、いやもう無理、全然魔物じゃないこんなん。僕が7点入れなきゃいけないのに、俺無理だろ7点入れんの。ミゲル余計なことした、これ待って、これマジ余計なことしたんじゃない、マジ余計なことした。あいつ魔物消えた、普通のヒットでよかったのに、余計なことした。ここで真の三塁選手ボーボボの出番。熱血、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。いやいらねえ今のホームラン、時間稼げよ。本当にパワーがあると思えない、あれ来た。新八だって頼りねえ。うわ外野いねえ、外野いねえ。いや別に外野より誰もできるよ、これゲインする、ゲインする、頑張れ、ファイト。さあ持ち前のファイトが、ゲインするファイト、転がしてって、ちました、いいよ粘って、ちました、なんとかなれー。ボールを掴んだ、さっきまで下手くそだったのにさ、こいつらさ、うわもうくっちゃくちゃだ、くちゃくちゃ、はい、え、これツーアウト一塁、2アウト1塁でしょ。え、まあ、ここでだからマルコってことでしょ、言うなれば。ここマルコスの出番でしょ。超ファイト。うわ、スタミナ上げる系が1体しかいない。まあ、先にとりあえずスタミナを上げといて。うん、なんとしてでも抑えてほしいから、ここはファイトを使っておいて。臭いところ投げていけ。危な、危な、危なっていうかもう修正しろよ、修正しろ、はい、おかしい、不愉快だよやっぱり、なんか知識つけてもうなお不愉快だ。じゃあ完璧なプレイングしたら負けないんですかって思っちゃうよね。インコースのボール左へ、騙されてんの、振動タイムリー系統した方がいい。追加点を与えたくない場面でバッターは平野。騙されてる、ボール球お前クヌギ玉今避けただろこいつ、天王寺この回全力で避けた。あ、なんか負けた、え、パワフル初戦で、え、最後って待って、え、さ、ちょっと、え、こう巻き戻してみてほしい、最後のみんなちょけすぎてる、あいつ一番最後クヌギ玉
こんな変わんなんか弱くなってるわてか俺もはや弱くなった花山薫だろ、ね、育成方針は守備投手にしたいところだけどさすがに機動力ミートとあれが上がりやすいわさすがにこれなんだけど待って秋の大会ぐらいこれ秋の大会1回戦負けしたら消すわうんてかあのもう引退するわ普通にパープル引退ではいでは最初の合宿やっていきたいと思うんですけど一応ミートとダッシュのカードが揃ってるからまあこれを中心にやっていきたいまあ青であればいいっていうかやっぱミートとあ待ってストレッチ来た回復さすがに弱いな五条がいるけど盗塁プラス1まあミートバッティングはもうちょっと強い野手の選手にとっておいてここは盗塁をあいいねいいねマッシュが上がっていくわーこれピッチャー方面行きたいな対左打者ピッチャーを上げていくスタイルアイゼン上がれあクロスファイヤー五条のクロスファイヤーってなんかかっこいいあでこれはミートバッティングかなさすがにベースランニングとか初めて見たんだけど固め打ち満塁男対左投手こっちかな疲れが溜まって何も入れないアイゼンうわーでもアイゼンのためだけにこれはもったいないな内野安打カット打ちこっちかな1年3人なんで粘り打ち伸びたなラインドライブ伸びたダブル伸びたお待てよこれプレッシャーラン内野安打あんま変わんないね走塁プラス1の方にしとくか走塁 D よしよしよしまあ1年が結構上がったさあさらにあそこに金徳があって取れるここでなピッチャー来てくれたらいいんだけどアイゼンの何が強いかあんま理解してないんだよなこいつのスキルがよく分かんないっすよ何なんだカイドウって百獣のカイドウかよこいつまだパワー G のやついるいつまでパワー G なんだよこれほんと守備力とかいんのかこれ肩上げときますか実際守備ってあの守備範囲だと思うのでどこまで反応してくれるかみたいな総力でも補えるっちゃ補えるアイゼン来たキレ立ち上がり緩急弱いらしいからゴロピッチャー立ち上がり丸だからなんか最初の方で入れられることあんまないんでキレとかにしときますか頑張れあー無理か、まあ、練習効率上がるから悪くはないんだけどちょっとじゃあ秋の大会まではそんな何もないと思うんで一旦このまま頑張っていきましょうかはいそうしましたら現在8月の20俺の誕生日の1日後なんですが確か大阪というかなんか岩手県以外は8月10日じゃなくて21日が特訓マスになるみたいなあれだった気がするけど来たもうといや4つ。しかもなんか向こうにも金とかあるけどこれは爆発い伸びたボーボボ新八うわ誰だあーでもさすがにキャッチャーだなボーボボキャッチプラスはないないから固め打ちとかにしとく固め打ちを覚えていて励ましてしかもベースランニングで1取っていてもう1個1来たら最高だなアイゼンアイゼンアイゼンさすがにアイゼンジャイロボール尻上がりジャイロボール説明くださいジャイロボールはすごそう素早さが遅ければ遅いほどジャイロボールオッケージャイロボールノーもう1個1来てくれたらマジハッピーが止まらないんだけどアイゼンカモンカモンアイゼンムードバント低め投打躍動そんなん投打躍動やこれ躍動してくれよノキョ投打躍動超強そうだけど投打躍動もう一回1いやんってなったら、まあ、3-3でもう一個金取りに行きますかまあ悪くないんじゃない3回踏めたのは日本代表は誰も選ばれずアイゼン選ばれてもいいんだけどなグラウンドレベル一生上がらないグラウンドレベルなさあここで金徳を踏みに行って8月も終わっちゃうな新八
行きましょうか。あ、待って、花山花山バカ強いんだけど。まあさすがに新八か。レーザービーム、肩 G のレーザービーム、レーザービーム熱いな。肩 G レーザービームいく。ものにできた、ものにできるんだ。適性とかないんだこのゲーム。よし、さあこれで8月も終わって9月になりました。どうなんだろう、3年いないからさ。チキー、あ、てかスタミナがすでにあれになってる。コントロール上げてパワースローみたいな、じゃあパワーカーブだっけ、あれを育成したいんだけど。五条もちょっとスタミナ上がってきたから請求アップにして、みんな体力やばいな。ボーボーボー、パワー総力 G はやばいから一旦総力だけ上げておきつつ、あとは言うてこのままで大丈夫か。守備パワー、お前補給こんないらねえ。総力ショートがドフラミンゴしかいないという事件、ショートドフラミンゴしかいない事件は守備力にしとくか、総力より。でお前は、お前せっかくレーザービーム手に入れたから肩のままにしとく。一旦肩上げとくか、もうちょっと。これで実質的にね、タッチアップとかをできなくさせれたらでかいけど。あ、練習指示もう一回来たけど、これはいらないから使って。体力回復させたいんだよな。でもこれベースランニング5とかが熱い。だいぶヘトヘトだな、みんな。まだ走れるだろう理論じゃダメ、これ。さすがに回復か？うわ、でもいや、もう走りてえ！走りてえんだ！相手 E ランクいけるかな。これは青マス2個踏みつつ、ワンチャン回復のあれ来ないかな。グランド整備は悪くない、練習効率上げて。あー、スケジュール手帳を持っておく必要あるのか。え、なんか初めてのやつ来た、見たことないイベントだったぞ。休息いらないから使っちゃおう。よし頑張るぞ、初戦勝ちましょうよ。花山薫をしっかりと。これ新チームのあれは大丈夫かな。うん、まあ大丈夫そうだね。これでいこう。なんとかね勝てればいいんですけど、今のところ0勝2敗。あんなにいい感じの初戦を引いたと思ったのに。さあ相手のステータスはこっちを完全変えようか。まあ今までも全部そうなんだけどさ、今までも全部回復感なんだけど、回復感相手に何しとんねんっていう。俺のせいなのか、俺のせいなのか、無能監督の俺のせいなのか。間に合ってました、はい、今の間に合ってました、確実に。すごいすごいすごい、パーボーノーアウト、ラッキーボイ使おう。合格きた。ということは流し打ちがナイスよ。もう顔面当ててやるべきだったぞ今の。普通に速い、足が速い。ちょ、おい、今満塁だったのに3者連続三振したんだけど、やらせてよ俺に。バグだろ3者連続三振って普通に。バグとしか思えないんだけど、見たことねえよ3者連続三振するやつ。誰ノーランドって、俺のチームにそんなやついた。変な呼ばれ方しないでか。あ、転がせ7、これ伝令だいぶ温存できるんじゃない。いや、悪大会は雑魚しかいなくて心が落ち着くわ本当に。カオル、いいバッティ、バッターは2年生ミゲル、クセモノミゲルが来ました。流しちゃっていいんじゃないですか。レオン神神神神、10点取ろう、コールドしよう、コールド。さあアイゼン来た。アイゼンハイボールヒッター。いや、これ打撃力上げるか。引っ張りはザコって相場で決まってんだよな。まあでもこの局面だったら引っ張っていいか。外野まで飛ぶんだったらフライになっても関係ない。あ、関係ない関係ない関係ない。タッチアップ、ナイスアイゼン。
それはすごい。さあ、新八強心臓で、持ち前の強心臓が力を発揮。それでも中島ジオンじゃねえか。カブラ金ちゃん、山本ボールを取る。一塁送球、もうこれはアウトです。スリーアウト。ちゃんと走れよ。いけ、今ボッテボテやつ。ダブルメガネ来た。うわ、ダブルメガネクリーンナップ伸びた。しかもなんか調子いいぞこいつ。前面に出てきました。ヒットエンドラン。ボールを三塁に送った。アットランナー挟まれた。判定はアウト。やってないし。盗塁は失敗に終わっています。ヒットエンドランってさ、なんでもないっす。ヒットエンドラン押したら伸びた。何が何でも食らいつけよ。なんでこいつ。うわ、そうそうそう。もう前許す。じゃあ許す。打つなら許す。ヒットエンドラン押した時ってどんなボールにも飛びついてくれるんじゃないの。振ってすらなかったけど、あいつ低学歴だから分かんないのか。伸びたガチ低学歴だから。スタミナ上げて、これはいけるだろ。な?オッケー。これでツーアウト。バッターは2年生住友、今日はセカンドゴロと緩急重視は弱いって言ってた。これ打たれるから緩急重視は。でもなんか攻略サイトには変化球ピッチャーは緩急重視の方がいいって書いてあったんだもん。なんか変化球の経験値もらえるから。あくまでも俺データの上でしか戦ってないのにさ。送りバントでいらないわ。その送りバントすればよかった。あ、でもこれ盗塁できます。なんと盗塁できますって言った瞬間に勝手にアウトされていく。まだアイゼンいける。まあしゃあない。うまいね相手が。俺だったら貫通してたぜ。俺のチームのファーストだったら貫通してた。いや、アイゼンが頑張るね。何で回ってきた。ナイス。素晴らしいヒット今の。これ俺裏か。あ、裏か。あと1点取ったらあれなんだ、ホールドなんだこれ多分。ラッキーボーイ。あ、待って、違う。さすがにセンターでしょ。ナイス。もうボコボコにしてこうぜ相手のピッチャー。あと1点ですよ。ラッキーボーイ。アベレージヒッター何やこれ。え、待って、五条なんかこいつ弾道4なんだけど、なんで。え、待って、手塚ちょっとさすがに弱いなこれ。え、これ弾道4の五条いっていい。超ファイトで、で伝令でパワー上げて強振積極流し打ち。おおわわお、なんかいい感じ。領域転換全然だ。これがパワーか。これがパワーってやつ。流し打ち、固め打ち、さよなら男、行くしかねえでしょうよ。しかも熱血だから調子ダイアップさせるでしょ。まずそこに熱血が乗っていって、犠牲フライが3になって、犠牲フライを打つだけの簡単なお仕事。もう犠牲フライですらない。さよなら男、これが俺たちのさよなら男だ。あー、よかった、まずは一緒だ。よし、はい、ということで、じゃあ新たな新 MKR チームメガネオブザメガネ、キングオブメガネで今後もねやっていきたいと思うので、あとよかったら皆さん、あのメガネのキャラクター教えてください。俺が知ってる限りのメガネ多分だいぶ出尽くした。もうあとコナン君とかしかいないメガネで。まあちょっとこっから先のコメントの反映速度なんですけど、まあ多分今日だけで5本ぐらい撮っちゃうんで、また5つぐらい遅れます。でもあの今回の回で優勝するんで関係ないです。はい、なんでここはもう応援してください。もうなんかあの何がこうした方がいいよとか言っても意味ないんで、応援してください。神に祈るっていう感じで。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、満塁男アンダになった。
まあ、じゃあ次回はね、この続きから始まると思うので、秋の大会、ぜひ優勝頑張りましょう。おっつ